今大会熾烈なバトルとなりました SS クラス51台の頂点になりましたのはゼッケンナンバー22番アッシュ野村優斗選手、おめでとうございます。2番手にはゼッケン3番平井プロジェクトウィズアッシュ船橋博則選手、おめでとうございます。3番手にはゼッケン35番ファルコンアローレーシング飯島総一郎選手、おめでとうございます。4番手ゼッケン31番坂井レーシング小上蓮選手、おめでとうございます。そして5番手にはゼッケン19番ですアッシュ五木明人選手、おめでとうございます。SS クラス上位5選手表彰台にお上がりいただきまして、それでは優勝を飾りました野村選手から順番に賞金ボードをお受け取りいただきましょう。なんと優勝を飾りました野村選手には優勝賞金10万円が贈られてまいります。2番手船橋選手、そして3番手飯島選手にもそれぞれ賞金が贈られてまいります。さあ変わりまして、上位5選手にはそれぞれ星賞が贈られてまいります。そしてこちら SS クラスのデブチャン賞です。特別賞 SS クラスはファルコンアローレーシング三田純也選手に贈られてまいります。どうぞ三田選手も表彰台までお越しください。三田選手にデブチャン賞が贈られてまいります。さあそれではこちら6選手でのフォトセッションです。どうぞ皆さんまた一段ずつ高いところをお上がりいただきまして、正面のカメラに記念撮影です。さあそれでは今大会優勝を飾りました野村優斗選手にお話を伺いましょう。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。ここ水波での勝率10割キープしてますね。はい、前回の第2戦以来の優勝ということで、まあ野村選手はね全日本にも参戦しておりますが、全日本に向けて調子も上向いてきたんじゃないですか。はい、ね、では来月の全日本に向けて目標抱負を教えてください。4連勝したいです。ね、連勝中ということで、今日もこの優勝賞金10万円何に使いますか。部品に使います。部品、何を買うんですか。ギアとかです。ね、それでぜひまた全日本連勝してくださいね。はい、はい、おめでとうございました野村優斗選手でございました。おめでとうございます。さあでは SS クラスこちらも上位3選手シャンパンファイトお楽しみいただきましょう。さあそれでは3選手受け取ったシャンパンでいきましょう。シャンパンファイト。さあ一気に両サイドから上位3選手のシャンパンファイトでした。はい、 SS クラスおめでとうございました。